メンフィスは、アメリカ海軍のロサンゼルス救原子力潜水艦の4番艦。艦名は、テネシー州メンフィスにちなんで命名された。その名を持つ艦としては、カンバーランド救急輸艦10番艦以来6隻目。メンフィスは1971年2月4日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に、建造発注され、 1973年6月23日に寄港した。1976年4月3日にキャシー・ビアード夫人によって命名浸水し、1977年12月17日に艦長 G ・デニス・ヒックス中佐の指揮下収益する。1981年3月、メンフィスはパナマ運河を経由した世界修航を終え、その中には、 第6艦隊と第7艦隊両方での作戦活動を含んだ。メンフィスは1989年に戦闘対応のママ実験潜水艦に指定され、ロサンゼルス級及びシーウルフ級のための複合船体構造、無人潜水艇、新型ソナー、水中抵抗現象及びその他の先進技術の試験台となった。 1990年代中頃に改修を受け、多くの修正のため排水量は約50トン増えたが、その修正は後部に集中した。1994年1月にメンフィスは、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所入りし、燃料補給及び複合オーバーホール、研究開発に無支援のための修正作業が始められた。 有効性確認が完了すると、メンフィスはコネチカット州グロトンで第12潜水艦開発部隊に配属された。メンフィスは複合材料で作られた通常の半分の重量のプロペラシャフトをテストし、1998年にはロッキード・マーティンの海中ユニバーサルグラビティモジュールが装着された。2005年5月3日に北極点を2度通過し、 11月3日にニューロンドンに帰還した。メンフィスは2005年のバッテンベルクカップを受賞した。2006年5月6日、イラク暴動に対して展開し、8月7日にニューロンドンに帰還した。2007年6月27日、ポーツマス海軍造船所入りした。2011年4月1日退役。2000年8月12日に、 オスカー級原子力潜水艦のクルスクが、バレンツ海での演習中に事故を起こし沈没したが、クルスクはトレドを呼び、メンフィスの攻撃を受けて沈没したとする説がある。同説の主張者は、クルスクの船体に開いた2つの穴と、事故の3日後の8月15日に、トレドが修理のためノルウェーの港に入港したことを、その証明だとする。ありがとうございます。